こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はですね、EV&SDGs フェア2022 in 大阪にお邪魔しております。で、私の横にあるのはですね、レクサス RG のプロトタイプなんですね。ここで多分初お披露目じゃないでしょうか。私も今日見るの初めてなんですけれども、レクサスが初めて送り出すバッテリー EV、 要は完全な電気自動車なんですよね。なのでまずこの顔に注目です。今までレクサスはスピンドルグリルっていう、こう糸巻き状のね、グリルが特徴でしたけれども、今回はエンジン積んでませんので、スピンドルボディという風に一体化しました。なのでね、こうつるーっとすごいスムージングした感じですけれども、やっぱりね、一目見てレクサスだなって、分かる、スタイルをしていると思います。ではまずボディサイズですけれども、全長が 4805mm、 全幅が 1895mm、 全高が 1635mm ということで、結構大きめな SUV なんですよね。特にですね、 1895mm 結構幅がありまして、堂々たる、そういった風格のある、デザインとなっています。でもね、こうスムージングされた、滑らかなラインが特徴なので、そんなにごついというよりは非常にシティ派に仕上がってるなっていうふうに思いました。かなりね、クーペライクなスタイルになってますよね。で、リアのデザインなんですけれども、これ非常に特徴的ですね。はい、このようにね、最近こう一文字スーとなっているのが、流行ってはいますけれども、これね、 NX から始まった、そういったこう衣装になっています。で、ここにですね、見ていただくと RG450E ダイレクト4って書いてありますけど、これ4輪駆動なんですよね。フロントにですね、150kW、リアに 80kW のモーターを積んでいまして、これね、もう見てる方、車がすごく詳しい方はご存知かなと思うんですけれども、スバルのソルテラ、トヨタのね、BG4X と兄弟車種にはなるんですけれども、あっちは 80kW、80kW なので、やっぱりレクサスらしくですね、非常にパワフルなモーターが使われているんですね。そしてその足回りなんですけれども、ショックアブソーバーは周波数に感応する、そういった新しいタイプが使われているんですが、もう一つですね、ここにあのヤマハ製のパフォーマンスダンパーというのが入っておりまして、これフロントとリア両方ついてるんですね。グレードによるんですけれども、じゃあちょっと今日特別にインテリアも、お見せいただこうかなと思います。ではちょっとね、中見てみよう。お、これはすごい、ハンドルが丸くないですよ。ちょっとね、座ってみましたけど、このハンドル、いや、メーターもすごくすっきり見えるので、視界的にもいいですし、これはね、ちょっと F1 みたいにね、かなりダイレクトにスポーティーな走りができるんじゃないかなというふうな予感がしますよね。そもそも内燃機関よりもモーターの方がいろいろな制御に約5倍早く対応するというふうに聞いてますので、まあそれをこれ使い切ったら 150kW の 80kW でしょう。そもそもかなりパワフルなモーターだけにですね、期待度ググッと高まりましたね。で、もちろん普通の形の丸いハンドルっていうのも用意されてるんですが、やっぱりね、これ見ちゃうとこれに乗ってみたいなというふうに思います。いや、ここのね、なんだろう、これパドルですよね。これシフト、あれですね、ウィンカーとか、これワイパーのレバーですよね。みんなこういう形になるとこう短くショートにできるんですね。なんかこうスペース的にもこうキュッとね、うまくまとまって、また車の新しいデザインができそうな感じがしますよね。でもこの辺りはすごくこう温かみがあって、スムージングなインテリアにまとまっているので、なんかこう居心地がいい、ずっとくつろぎたくなるような、そういった空間が演出されています。で、このね、ダイヤル式のシフトレバーもレクサス初っていうことなんですけれども、パッとね、手が届きやすい位置にあるので、非常に操作もしやすそうですよ。本当になんかこう、なんだろう、これ素材感なんでしょうかね。あとはこうやっぱりレクサスならではの上質さと、こううまく組み合わせることによって、未来的なんだけれども、もうなんか前から知ってるようなこう落ち着き感っていうんですか、そのバランスがね、すごくいいのかなというふうに思いました。
でここ上見上げるとこれねパノラマガラスルーフになってるんですけれども、運転席でもねしっかり光が感じられるような形状になってますね。でこれシェードがないんですよ。後ろ側もシェードがないんですよ。これレクサス初ですね。これ調光できる、そういったタイプの、はい、ガラスルーフが採用されているんですね。やっぱりこれシェードがないと高さも稼げますから、背の大きな方もね非常に空間的にもくつろいでいただけるんじゃないかなというふうに思います。で今日はねちょっとねまだプロトタイプということで残念ながら試乗はできないんですけれども、実際走ったらどうなのか、そのあたりもですね、このレクサス RG の開発者渡辺さんにこの後ステージでいろいろねお話を伺ってみようかなというふうに思っております。でそのアーカイブもですねこのモーターマガジンムービーの方には、きっちりありますのでそちらも合わせてご覧くださいね。